さあ、だいぶ歩き続けましたが、これね、アルスーアの町に今入ろうとしますね。アルスーアの町といえば、カメラ屋さんの町と、カメラ屋さんの町ではないんですけど、僕の中ではもうカメラ屋さんの町ですよね。この前ね、アルスーアに行ったらあるんじゃねえかと教えてくれましたが、Google のマップで検索してもね、出てこないんですよ。さっき何回もやってるんですけど、 Google では出てこない。まあでもね、 Google も 100% じゃないですからね。街のカメラ屋さんとかだったら出てこないとかあるんで、どうしよっかな、本当にあるんかな。まあ多分前の人も、アルスーアは結構街大きいからあるんじゃないみたいな感じだと思うんですよ。聞き込み調査をねちょっとカフェでやっていきたいなって思ってます。この街確かにでかいっすね。この前よりもだいぶでかい。もう完璧に都会って感じですね。まあ確かにね、カメラもデジカメがもう主流というか普通なんで、まあそうですね、音楽で例えたらもう CD とかレコードみたいな感じじゃないですか、カメラフィルムって。好きな人はずっと使ってるみたいな、なんかそんなイメージありますけれども、まあ、ちょっとカフェにね、どこか立ち寄ってこの街にあるかってちょっと聞いてみます。まず1軒目の、カフェに来ました。カメラ屋さん聞きました。知らん多分ね、街でかすぎるんでしょうね。まあ、もうちょっと聞き込みしたいと思います。はい、今カフェを出たんですけど、おじいちゃんが座っててね、でこうカメラフィルムってね、やっぱ若い人、まあ、分かんないと思うんですよ。実はカフェの人ね、なんか若い女性だったんで、あ、ちょっとおじいちゃんに聞いてみようと思ってね、さっき聞きました。そしたらなんかあるあるみたいな、この道まっすぐ行ったらあるよって言われて、それ以上はねちょっと聞き取れなかったんですけど、なんかあるみたいなんで、ちょっと今希望をね、はい、見出しているところです。またちょっとね、なるべく年配の方がいたらその人にちょっと聞いてみようかなと思ってます。おじいちゃんの言われた通り歩いてたら、見てこれ、こと書いてました。でもね、閉まっててですね、でこの中から出てきた人いたんで、ちょっと聞いたらですね、もうやってないよってOh no! みたいな感じでね。さあ街を抜けてね、次に向かいましょう。カメラ屋さん、カメラ屋さんってなんすか。ちょっとわかんないっすね。はい、ちょっと映像でね映ってるかどうかわかんないですけど、めちゃくちゃ雨降ってますね。珍しいですね。1ヶ月いましたけど、こんな本格的なバチバチの雨はね初めてです。で僕ね、スゲ傘かぶってるんでね、みんな羨ましがってますね。なんかナイスアイディアとか言ってて、でも実はねこのスゲ傘、まあ、この形ね、モンベルで売ってるんですよ。実はこういう、まあ、いわゆるトラディショナルみたいな感じじゃなくて、なんか柄物とかね結構売ってたりします。まあだからこれの利便性に多分ね海外の方も気づいてんじゃないかなというふうに思いましたね。でさっきね、ちょっとカフェに行ってたんですけども、ガリシアンスープってやつを飲んだんですよ。なんか緑色のねスープなんですけど、ケールとでお芋さんとでなんかの豆なんですよ。でまあそのここ今ガリシア州なんで、まあ名物みたいな感じなんですよね。でまあ正直、まあ多分こう塩の味なんだろうなみたいな、だからあんまり期待せずに食べたらね、めちゃくちゃうまかったですね。僕スペインで食べた、そのスペイン料理で多分一番好きかもしれないですね。ですげえ美味しいんですよ、スープが。でこれ何で出汁取ってんだろうと思って、なんか調べたら、なんかどうやらですよ、生ハムをこそぎ落とした後の骨とかで出汁を取ってるっぽいんですよ。だからある意味あれですよね、豚骨スープみたいな。あ、そらうまいわと思いましたね。いや、あれガリシアンスープ、あ、最高でしたね。またちょっと他のとこでもねあったら絶対ちょっと僕頼もうと思いました。よかったです。はい、なんやかんやで着きました。サルセーダでいいのかな、読み方わかんない。なんかもうすごいですね、このスペインのこのステッカー貼りまくるやつね。なんか全部ライブハウスみたいな感じになってるんですけど着きました。こっからサンティアゴがですね27-28キロぐらいです。はい、とうとうですね。まあさすがにもう27-28キロなんで、2日に分けるのはちょっとなと、あまりにもちょっと暇すぎるなということで、明日ね、もうそのまんまサンティアゴまで向かおうかなというふうに思っています。
ここレストランとかあるかな、あるな、大丈夫だな。レストランないとね、晩ご飯どうしようってなるって、まあ、一応ね、インスタントの焼きそばは持ってます。はい、非常食用に。まあじゃあここでねゆっくりしよっか。まあ最近ね、ほんと20キロぐらいしかずっと歩いてないんで、ずっとゆっくりしてるんですけど。であとカメラフィルムね、やっぱりね、もうどこにも売ってなかったんで、まあただサンティアゴ・デ・コンポステーラには売っていると。はい、カメラ屋さん何軒もありましたんで、おそらく大丈夫かなというふうに思います。 Okay, on booking yes, from Japan booking.com Okay. Yes, yes. Okay, okay. Gracias. Okay, okay, okay. はい、こちら部屋をあてがわれました。アルベルゲらしいね、こういうやつと、あとこっちがあったんですよ。で、これ僕のベッドどれって聞いたら、どれでもいいよって言ったんで、迷わずこれを選びましたね。まあただもしね、すごいこの他の人もね来る可能性がありますんで、もし年配の方が来られてね、で下、人がいてとかなったら、もう僕はここ譲ります。ここ譲って僕はこっちに行きますけど、今のところ誰も来てないので、ここが僕のベッドという感じですね。はい、今ディナーね食べてますけど、こちらガリシアンスープです。ね、色がね、なんか結構緑色のやつだったりとかいろいろあるんですけど、これはなんかちょっと黄色っぽい感じですけど、これね、見ての通りね、豚骨っぽいんですよね。これほんと美味しいわ、これ。いやー、のどかですね。はい、向こうの方に見える建物で、ラザニアとガリシアンスープとビールを飲んで、でお腹いっぱいになったところで、こっち側にカフェがあるんで、コーヒーを頼んで、プラスバナナが置いてあったんで、これだと思ったんでね、バナナを買ってですね、実はその明日の朝ごはんをね、買いたかったんですよ。今日ね泊まってるのここなんですけれども、ここはそういうのが一切ないので、明日の朝ごはんはこれで、はい、行きたいと思います。で、明日はですね、行程は27キロくらい、久しぶりですね。もう最近ずっと20キロばっかりだったんで、27キロぐらいを歩いていきたいと思います。まあこっち方面ですよね。で、サンティアゴでコンポステラに着く予定です。まあ長いようで短いようで、長いようで短いようでね、ほんと手前まで来たらね、なんかあれともう終わりなのかっていう感じしますけれども、まあ人生もそんなもんなんでしょうね。